なんかまで美味しい。皆様こんにちは、ヨシマンです。今から楽しい楽しいガソリンスタンドに行ってこようと思います。向かっているところはケンタッキー州に新しくオープンしたバッキーズです。テキサス州発祥で超巨大ガソリンスタンドとコンビニといった感じらしいです。私も初めて行くのでかなりワクワクしています。結構オープン前からケンタッキーのニュースでは話題になっていました。ね、見てください、こちらの給油レーンの多さ、もうどんだけって思いました。うわ、みんなバッキーズ行ってる、みんなバッキーズ行ってる。ついた。うわ、日本のコストコみたい。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、アメリカのガソリンスタンドって長距離運転のトラックの運転手さん向けの設備が多かったりするんですね。でもこちらのバッキーズはなんと18輪トラック の、 エンターを禁止してるんですね。ああ、だからシャワーとかガソリンスタンドなのにないんだなって思いましたね。バッキーズはロードトリップとかしているファミリー層向けのガソリンスタンドなのかなって思いました。はい、でたくさん車があるんですけれども、駐車スペースもたくさんあるので問題なく車を止めることができました。では早速中に入ってみたいと思います。あ、どうもこんにちは。氷の箱もすごい数ですよね。これだけあったらなくならないだろうなって思いました。中に入ってみるとですね、早速誘惑があるんですよ。かわいいと思って、使うって聞かれたらうんなんですけれども、かわいいな、欲しいなって、この傘が立てれる椅子なんかすごくいいなって思いながら中に入りました。で、中に入ってやっていただきたいことがあるので早速紹介させていただきます。まずドリンクバーでドリンクをゲットしてください。お会計は最後のレジで通すんですけれども、リフィルが自由なのでドリンクを飲みながらお買い物ができちゃうんです。ブルークリームホームソーダ、ハウスレモン、パイナップルクリームってなんだろうね。店内がとても広いので私がサクサク紹介させていただきたいと思います。はい、こちら右側に見えますのがレストルームです。バッキーズのレストルームはガソリンスタンドの中でもとっても綺麗と言われております。そしてこちらがサンドイッチ、サラダ、デザートなどのエリアですね。店員さんが今並べていらっしゃるバナナプリンがとても人気みたいで、多くの方が手に持っていらっしゃいました。さあ、見えてきました、一番楽しいエリアです。こちらではテキサス仕込みのブリスケットがたくさん入ったブリスケットサンドイッチがあります。ブリスケットが焼き上がると店員さんがブリスケットオンザボードって叫んでくださるんですけれども、私はその時日本のファミリーマートでファミチキ揚げたてです、ご一緒にいかがでしょうかを思い出しました。あ、ブリスケットできた。こちらがデザートのコーナーです。ファッチが有名らしいですが、私はこちらが気になりました。シナモンがグレーズドされたアーモンド、カシューナッツ、ピーカンナッツが売られていました。バッキーズといえばジャーキーも人気らしいです。これまたたくさん種類がありまして、どれにするかかなり夫と悩みました。こちらはビーフジャーキーの量り売りです。もうたくさん種類があってよくわからなかったです。それにしてもビーフジャーキーの量り売りってなんだか斬新ですよね。こちらも人気らしいです。バッキーズ特製うずらの卵、
オクラもある。あ、酸っぱいんだ。ハラペーニョペッパー、ソルト、ブラックペッパー、ガーリック、レッドペッパー。酸っぱいんだ。美味しいかもしれん。ピーチハバネロって美味しそうだね。かわいいね、しかも。なんかかわいいな。え、タバスコ。グミの種類も半端ない。結構さ、物なくなってるね。こういうオリジナルチップスもあるんだね。なんかさ、サイズがちょうどよくない？2個で2ドルだって。安いんか高いんかよく分からない。こちらが私的一番危険なグッズのエリアです。これやばい、やばい。サイケデリックやん。めっちゃおしゃれやん。この水着着て観光行こうか。めっちゃかわいいね。キーホルダーめっちゃかわいいよ。これ超かわいい。かわいい。 3.99 ドル。このワッペンもかわいいね。ピンクもある。かわいい。可愛いけどさ、これ日本で着る元気や勇気あるかって言ったら。このエリアにまで来ますと、バッキーズの商品が全て超可愛く見えてしまうという禁断症状が私には出始めました。いや、これもさ、これもやばいよ、相当。これいいよ、これ。これ可愛い。これ可愛いよね、これ。これ日本でスーパー行くときとかよくない？これめっちゃいいよ。うん。はい、これ可愛いね。可愛い、これ。ザボタンとかあるよ。ご覧の通り、かなりハイになっておりましたが、購入前に一度冷静になることを私はおすすめします。うわぁ、プルドポークや。うわぁ、いい匂い。プルドポークは幸せな味や。なんかさ、ナッシュビルで食べたプルドポークよりうまいんだけど。ナッシュビルのに、ナッシュビルの時よりうまい。ベリーグッド。続いて、ピーカンナッツ。あれ普通にうまいわ。なんか全然激甘じゃないじゃん。おいしい。コーヒーと合う、これ。なんでおいしい。なんかおいしい。バイバイ、バッキーズ、また来るね。というわけで、ジャーキーは3種類購入しました。こちら、なんだろう、王道中の王道って味がしますね。ちょっと硬いんですよ。こちらを、味はステーキ、本当にステーキ。ゴーストペッパーでめっちゃくちゃ辛いんですけれども、美味しいんですよ。3つの中で私これ一番好きなんですけれども、まあまあまあほんと辛いんですよ。ちょっとちっちゃいのでいいんだわ。あった、ちっちゃいの。ちょっとこれ食べますね。もうほんと辛い、これ辛っ。普通に辛い。でも美味しい。味は一番美味しい。いや、めっちゃ辛い。マイクの音が割れてしまったので声入れ失礼します。こちらビーバーナゲット、アメリカの方にすごく人気らしいです。味はキャラメルコーンに近い味でした。サクサクしてて美味しかったです。こちらのうずらの卵どうかなと思ったんですけれども、美味しかったです。
ぜひ気になる方試してみてください。このバッグ買っちゃいました。可愛くないですか？私これは可愛いと思うんですよ。結構入るしお気に入りです。で、実家のワンコのお土産にこれも買いました。これ安いんですよ。 1.99 なんで1ドル2ドルぐらいなんで、これ色も可愛い。こちらも購入しました。引っ越しで空にした食器棚が早速埋まってしまいました色がすごくカラフルですよね。奥のぬいぐるみはちょっと潰れたバッキーズでとっても可愛いです。保冷バッグも購入しました。24個も缶が入るらしいです。24個缶入れることありますかね日本帰っても使ってみたいと思います。可愛い